僕これ一回ランウェイで僕泣いたことあんねんけど、うん、ファッションショーのゲストで呼ばれた時に、うん、そこのモデルのところで65歳のおばあちゃんが歩いてん、ランウェイ。ホルモン TV。 ハイヒール履いてモデルしたりすんの、うん、するよ。あ、ハイヒールあるよ俺んち。マジである。やっぱレッスンでもハイヒール履くし俺。あとやっぱモデルの先生もしてるから、うん、女の子の方が絶対多いね、モデルさんって、うんうんうん、でやっぱウォーキングレッスンとかって男の子の需要よりも女の子の方が多いんだけど、やっぱ歩き方が違うわけよ。でも俺がヒールで歩けてへんのに女の子教えるのは難しいから、俺も歩けなあかんなと思って練習しだして、それでやっぱヒールで歩けるようになったら女の子のやつもレッスンもできるから。なるほどね。気をつけてるというか、なんかそもそもすごい頭がいいんかな。頭良くないよ。いやだってその発想になかなかならんくない？でもモデル目指したらなるんかな。僕でもモデルしながらカメラマンもしとったで。モデルのカメラマン。ああそう、なんかやったらモデルばっかしてるけど、撮られる人の気持ちは分かるけど撮る側ってどうなんやろと思って。なるほど。一眼買って、あの奥にあんねんけど、一眼7万ぐらいのキス FM7 あんねんけどあの、はい、安いやつがあんねんけどな。それ買って自分の事務所のモデルさんが撮ってて、あ、撮る人ってこんな感じで撮るんや、もうちょいこれこんなやったらいいよなと思う思考ももらってモデルしとったら写真とかで結構いいの撮れたりする。うーん、今こういうの欲しいんかなとか。なるほどね。いやすごいわ。じゃあそんなモデル世界一を撮ったんですけど、はい、モデル世界一撮ってから何か変化あったんかなっていう。いやなんやろ、モデル世界一撮ってから事務所全部やめた。あ、もう個人で。もともと個人やって業務提携しとったんやけど、うんうん、業務提携してても仕事は全部自分で取れるんよ。だから事務所におる理由がないっていう。あ、なるほどね。で業務提携しとったらやっぱ向こうのモデル事務所にはやっぱその使われるわけよ、画像を、うん、それはでいいんやけど、世界一取ったらもうなんかすることないなって思ってしまって俺結構なるほど。だって一回満足したんや。世界一やもん。まあ確かに全人類俺より下やもん。そうやな。それより上ないもんな。ないから、なんか一回もええかなと思って事務所は全部やめて、で一旦も教える方に回ってる、はいはいはい、今は。え、パリコレは目指しながら？目指しながら。でもパリコレの事務所は一旦退所してん。パリコレの事務所も入ってたんや。あの爪のなんか僕身長が足りひんね、185かね、パリコレは。え、まだ5センチ足りひんね。足りひん。でもそれはもう覆すことができひんから正門では入られへんねんけど、うん、パリコレっていろんなところで開催されてる、パリでファッションウィークで開催されてるコレクションやんか、うん、だからちっちゃいところに出ようが大きいところに出ようがパリコレには出場があんねん。お、確かに確かに。だから俺は別にルイ・ヴィトンのモデルになりたいわけじゃないね、パリコレに出たわけやね、うん、はいはいはい、ってなった時にパリコレはファッション部門とアクセサリー部門があんねんか、うんうんうん、でファッション部門は身長制限があんねんけど、アクセサリー部門は身長制限がないねん。うん、っていうならネイルとかピアスとか。で僕ネイルしてるから、草加市っていうあのモデル事務所があんねんけど、そこはネイルの見せるファッションショーやんか、そこを身長制限なくてパリコレと直結してるから、まあ、そこに入っててネイルの見せ方とかいろいろ勉強しとってんけど、ちょっとあの自分の仕事の方でね、ちょっと会社の顧問切られたりとかいろいろそれどころじゃなくなって、ちょっとそれ立て直すまではちょっとモデル事務所でいっぱいのいってこっちと事業専念しますってことで、パリコレは目指してるけど、今は目指すものというか、今はもう自分の収入をちゃんと固めてしっかりすることをやってる。え、めっちゃ生々しいけど、うん、収入聞いていいの？全然いいよ。じゃあ教えてください。どんな感じで言ったらいい？総合計なんか何に何本ぐらいなんかとか。まずじゃあ何個収入源があるの？僕はまあモデルの案件もあります、うん、でもインフルエンサーの案件ありますね、うん、でインフルエンサーの動画の収入あるじゃないですか。はいはいはい。でアフィリエイトしてますね僕は、はい、で会社の顧問してます、うん、主には多分この5つ、うん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 、もうまとめてもいいかな。多かっていろいろ重なったら150ぐらい。月？月。うわ、コンスタントには70ぐらい。倍変わるんや。倍変わる。だから案件はでかいよ。すごいな。重なるとね大きい。じゃあ最高年収。年収、最高年収、これでもなんかあの銀行に振り込まれたやつだよ。じゃあそれで、うん、銀行に振り込まれてるだけの年収やったら、多分去年のやつやったら740。うわすごいな。まあ普通のサラリーマンが稼いでますわ。稼いでるな。マジ川崎重工やめてよかった。ほんまそうやんな。あの時のみんなの反対押し切って言ってよかった。成功者ってこういう思考なんですよ皆さん。いやあのでももっと金持ちおるから。いやおるけど、やっぱりどこで比べるかにもよるけど、ノブはやっぱ目指すとこが上やからさ、そこに比べたら低いって思うかもしれないけど、俺らからの目線で見るとだいぶ上の方にいるからノブは。なんかでもお金の幸せではないよな俺は。自分のやりたいことにまっすぐ行けて、それに応援してくれてるって人がいて、仲間がおってやから、多分幸せなのは幸せやね。
そうやろうな。そう、お金の何でも買える幸せじゃないけど、何をするにしても誰かがおるっていう幸せはある。人がいる幸せはめっちゃある。うん、いや、それはもう俺ノブの SNS 見てて感じてる。うん、うん、幸せだなって思うな。幸せにしてるよね、はい。じゃあちょっと最後、女の子も男の子もモデル目指してる人って絶対こう次々出てくるやん。うんうんうん、でそういう子らのためにモデル世界一としてのアドバイスというか、なんかあれば。まあ、これ僕世界一の時のスピーチでも言ったんやけど、うん、人はやらない理由を探すのが得意やねん。やる理由を探すのがめっちゃ下手くそねやんか。だからやらない理由を並べるよりも、自分が挑戦してみてできひんかってもそれは経験として取ってほしいし、絶対やったやつが偉いから、うん、SNS でもモデルでもそうやけど、やってるやつが偉いねん。だから年齢とかそういう言い訳を探すんじゃなくて、できる理由を探していって挑戦してほしい。もう関係ないから年齢なんて。僕これ一回ランウェイで僕泣いたことあんねんけど、ファッションショーのゲストで呼ばれた時に、そこのモデルのところで65歳のおばあちゃんが歩いて、ランウェイで綺麗に歩いとってん。ほんまに俺もそれ見て泣いてもて。俺なんかもう65歳やけど、その腰曲がったりもせずに綺麗にヒールで歩いて、でもおばあちゃんや見た目は。だからよっぽど練習されたんやと思うね俺。あ、俺初めてランウェイで泣いて、でも終わった後俺ゲストやから普通席でおらなあかんけど、その人のとこ行って手繋いでもありがとうございましたって言いに行って、めっちゃ俺感動したランウェイがあって。65歳はでも確かにちょっとジーンとくるかも。本当にそのなあ、普通やったら私おばあちゃんからファッションショーなんてモデルなんてとか言わずに、それでも挑戦してる姿が美しいし、やっぱそれを努力した姿も美しいと思うから、もう俺はその何歳とか年齢なんて関係ないから。なんで皆さん、若い人もおると思うし、年いった人もおると思うけど、やりたいことは絶対に自分で叶えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということです。俺もなんかしっかり聞いてもうた今質問してんのにめっちゃ響いたわ。モチベーション上がった。頑張ろうと思えた今ので。ああ大丈夫、みんな可能性あるから。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでちょっと5つぐらい簡単に引いていったんですけど、かなり多分俺が想像してた8倍ぐらい内容の濃い動画になったと思う。なかなか聞けへんで、みんなこんなこと。閉鎖的やから俺、会長とかその自分の信じてるご主人様とかにしか俺は会いに行かへんから、ぶっちゃけその新規で会おうとか別にそこの企業の人とか俺興味ないからさ。はいはいはい。もう会長がおったら俺人生安泰やしなるほどね。う、俺はマジでほんまもう閉鎖的やから。名古屋友達やからさ、別に家や撮影しようやとか、僕も TikTok してるからそれ一緒に動画投稿しようやとかは全然俺は友達やから気にせえへんけど。めっちゃ嬉しい、ほんまに。普通の人はマジで俺会わへんからさだからね、そう言ってくれてる、こう関係性言ってくれてることがもう俺はもう幸せやから、俺の幸せはそれやから。おー、この音、まあ、これからもちょっとノブのちょっとあのおんぶに抱っこじゃないけど、僕も一緒にバズりたいと思ってるんで、使えるもの使っていこう。はい、いっぱい使おうと思います、はい次回もしも反応が良かったら第2弾するかもしれへんから、みんなチャンネル登録と高評価押しといてな。皆さんそれですお願いします。またじゃあその時の動画もし撮ることがあれば楽しみにしておいてもらえたらなと思います。ノブのちょっと SNS をあの概要欄に貼っとくんで、皆さん飛んでみてください。はい、じゃあ今回こんな感じで動画を終わっていくんで、また次回の動画も楽しみにしておいてください。はい、あざした。